今から入っていった基地ですね。じゃあそんな話もしますよ。うん、ですね。これから。いやちょっと今ね面白い話になりそうだったから回しちゃったよ。そうね、これは撮るべきじゃと思ったら、今日ね、ノマドコーヒーさん。ね、はい、ね。はい。撮影しております。こんにちは、ごまかしじゃないけどね。はい。はい、今日何回目 ?100? 50回ぐらいです。ああ、書いとくか。うん、書いとくね。イェーイ。今日ね、あのノマドコーヒーさんの幸せ美術館ね、させてもらってね。うん、であんまり大きな声出せないんでね、はい、あの後で音量グッと上げるみたいな、いいですね、うん、オリジナルブレンドあって、なんか好みに合わせて今日3種類の豆をブレンドしてくれたって話だったね。酸味少なめって言ったら本当に酸味少なめ、おお、いいですね。私はウインナーコーヒーなんですけど、香りがねすごくね、この乳製品のふわっとしたねいい香りがしますね。そして味も美味しい、うん、いや、ということでね、うん、今日の話はね、まあ、とりあえず庵野秀明トップ10に行ってきました。そう、そんな話を聞かなきゃと思ったんですよ。いやどうだった、遠い、遠いまず遠い、遠いね、佐世保からだと遠い、うん、どうだった、規模は、会場の規模ってどんな感じ。大きかったよ、そこそこの美術館ワンフロアぐらい。そう、ワンフロア、そう、そうね、結構大きい。うん、展示物も結構多いんだわ。あ、品数がね。そう、うん、で実際ほらセットで組んでたあの第三村、うんうん、まあ、あの YouTube で見るやつ、はいはい、第三村の模型、うん、あ、一見実際あのプロフェッショナルの流儀で見た人は分かると思うんですけど、実際作ってあれしてるんだよね。うん、だからあのそれをそのまま持ち込んであるんだよね。そうそう、まあまあ組み直したは別にしろ、ね、うん、今日はね終わりの方にねビッグニュースが、ああ私たちにとってはビッグニュースがあるので、最後まで今日は見てね、見てね、うん、じゃあ取り巻き早めに行くわ、うん、ねえねえ、でもさ、まあ、あの秀明ファンだから行くのは分かるんだけど、何を見に行ったの。何を見に行った、何を見に行ったか。そう、これっていうの。いや別に、あの秀明ファット全体的に、うーん、学生時代の資料とかは結構置いてあるみたいだったから、実際に例えばさ、うん、特撮のなんか例えば、マイキリ号とか、うんうん、まあ、ウルトラホーク1号とかも変わってあるんだよ、うんうん、あの辺でね特撮展ならね大体持ち込まれるじゃん、そんな珍しくない。ああ、なるほど、うん、その他の展示会でも見られる、うん、うん、何度も見たい、うんうんうん、じゃなくてあの高校ぐらいのその丈夫なタイヤの、うん、ね、やつとか、あの逆に言うとトップを狙いとかさ、の資料とかってほとんど出ないじゃん。そうね、あの辺はやっぱりこういいなと思ったし、なんだろうな、今度は、ね、新ウルトラマンだったり、うん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 、新仮面ライダー、うん、あの辺のその原型とか見たりとかさ、スーツが実際変わってたんだけど、うんうん、ね、やっぱりみんな近くでさどんな感じになってるんだろうってさ、まあ映像で見るにはやっぱり生で目の前にこう置いてあるわけだから、うん、その、ね、造形がここはこんな感じになってるんだなと思う。なるほどね、うん、映像に映りそうで映らない部分ってあるんだよね、うん、やっぱ映像になるとごまかせたりするからさ、うん、やっぱりそして動いちゃうしね、うんうん、そういうわけで、あのまあ良かったですよ、あの遠出でした割には、うん、収穫ありで、やっぱ大収穫だったんですか、うん、はい、こんなにね重いんだから、うん、でも必ず買ってくるよね、うん、あの図録がねすごく重いから、見応えあって展示物はほぼ載ってるんで、うん、はい、ぜひね行かれてみてください。まだ、九州の方やったら4月ぐらいまであって大分美術館、大分美術館ね、はい、うん、というでね、そう、これね、ね、なんかヘドラ増えてない。そう、最近出たヘドラですよ、新しいんだね。そう、これね、あ、っていうかまだついてるじゃん、これ。そう、多分、うん、タグがついてたけど、これはね、皆さんいいですよ、以前のね、このムービーモンスターのね、このヘドラ良かったんだけど、さらに良くなってるね、やっぱりね、同じシリーズね、ムービーモンスターシリーズだけど、こっちの方が細かいのかな、いろんなところ、うん、細部がいいですね、やっぱこう、かっこいいですね、これ井上さんの展示もあった。そういえば井上さんの展示日がさ、うん、東京に行くのにさ、グレードアップしてるの、ちょっと待ってって衝撃受けてたね、うん、後発の方がいいんだよね、ああいうのってさ、後発とやっぱり会場に来るお客さんの人数は絶対あると思うんだよね、うん、だってあれもほら興行みたいなもんだから。でもさ、あの井上デザインのヘッドランドのね、うんうん、フィギュアみたいなやつじゃん、あれ欲しいって
まださ、かっこいいじゃん、かわいいじゃん、うんうんうん、ドロッとしてる。かわいいって言わない、ドロッとしてるんだから。ドロッとしてる。ぐでたまみたいに言わない。でも、いいかなと思ってさ、あれ、あ、おかしかったなと思ってさ。これ最近出たまたね、うん、トラクションフィギュアのセブンが。はいはい。これはね、動くやつだね、これは。折れるやつね。関節が曲がることを折れるって言ってるんだよね。そう、ナナトラマンね。ナナトラマンちゃんが折れる。折れる？うん、面白い。はい、これポーズ、ちゃんとポーズしてやる。もうセブンがやっぱ人気だね。なんかさ、格好悪いんだけどね。なんだろう、ほら、猫の手先さんもさ、あのセブンガーのなんちゃら、なんか、予約したみたいな感じで言っててさ、みんなそんなにセブンガー好きなのかよっていうね。全然人気じゃなかったんだけど、このセブンウルトラマン Z で、あ、 Z から再燃したんだ。そう、再燃したのは Z から。 Z のおかげでこんなにセブンガーグッズが増えましたよ。うんうん、まあ、ウルトラマン Z ね、見てないでしょ。まだ見てないよ。見た方がいいですよ、うんうん、ね、なぜみんながこのセブンガーが好きかって。分かった、見るね。なぜ好きかをそこで見なさいとね。そう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 、なんていうか、パトレーバーのね、なんていうか、ね、アスカみたいなね、知らないでしょ。パトレーバーにできる特殊一家が使った旧型のアスカっていうね、テーマがあるんだけどさ、それに近いなんかね、哀愁があるんだよ、ね、決してイングラムとかグリフォンではないんだね、ポジションが。そう、花形機ではない。頑張ってるんだよ。あの、ちょっと世代が古い的な雰囲気もあるってこと。そうね、うん、ピースメーカー出たあたりのイングラムかもしれない。はい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 、頑張ってるんだよ。なるほど、うん、いや、見なきゃね、うん、見なきゃね。うん、あ、というわけでね、今日は、まあ、庵野秀明の話もしつつ、うん、時計屋さんにも行きましたね。そうそう、今日あの取材 OK いただいてですね、鴨原さんにね、100年ほど続いてらっしゃるんだよね。明治時代から続いてる、うんうん、ここにね、取材に行かせていただいたので、そのビデオもまたね、あの別の機会に番外編で見ていただこうかなと。あ、すごいんだから、これ。本当ね、話がさ、弾んでさ、まあ、動画だから、ある程度はね、必要なところを切り取ってしまうんだけど、その動画外の話も面白いから、みんな、鴨原さんに行ってほしい。あの、おじさまとお話をしてほしい。鴨原さん、いいよ。素敵だったね。紳士って、ああいう子でしょ？紳士、ジェントルメンだったわ。本当に。ね、本当に。穏やかで、物静かで。でもね、なんだろう、商売系よりも時計を好きっていう気持ちの方がちょっと大きくなかった？そう、そうなの。なんか、はい、これいいですよ、買ってくださいとかじゃなくて、そう、うん、僕の子は今、ね、まあ、直してすぐはめてるんですけど、うんうん、ラドをね、うん、70年代、69年ぐらいから出てるダイヤスターっていうのが、うんうん、もうラドといえばダイヤスターっていうぐらいの、もうまあ、時計なんですけど、うん、これをね、もうこんな古い時計なんてさ、普通はね、まあ、まあ、大したことない、なんだ、大したことない時計なんだろうなって、舐めてかかってないんだよね。うん。そのね、あの、この時計のいいところを、もう本当一瞬のうちに言われたというか、うん、そう。ね、あの、まあ、修理しましたよっていう感じの熱量じゃなくて、時計と一生付き合うみたいなさ、そう、そういうスタンスだったじゃない。そう。うん、だって、行った時にはもう、あれや、あの、店主さんつけてたから、俺の時計。あ、あの、最終チェックされてたんだよね、あれね。あ、すみません。あの、こう、ね、棚を見て、あれ、どこに行ったのかな、あ、俺がつけてるわ、みたいな。うん、いや、一応チェックしてましたね。あ、でも、チェック大丈夫ね、これ。つけてこう、どう振り子がちゃんと動いてるかどうかわかんないから、うんうんうん、多分されそういうのをされてたんだよね、うん、なんかね、だからね、超高メタルって言ってる時にもう向こうもね、そうなんです、乗ってきたよね、ラドーは素材なんです、超高金属なんです、もうびっくりしたよ、本当にそんな名前なのって横で聞いてる私は疑ったんだけど、本当にそんな名前だった。そう、超高金属です、タングステン、硬いんだから、タングステンね、なんとなくわかるわ。永久につけれる時計を目指してるから、すごい。そこが職人が作り上げたものだよね、うん、あの、壊れたから捨ててくださいっていう世界ではなくて、そう、ね、一生、なんならもう子供の代まで、年代的に多分もう45年以上経ってるのかな、以上経ってる、うん、50年経ってる、ね、聞いた話によるとそうだったから、本当ね、ある意味財産だよね。そう、すごいよ、超高メタルと、ね、多面カットサファイアクリスタルガラスだから、もう強そう、ビーム放ちそうなんだけど、変身するよこれ。大人の変身時計、クロスチェンジャー超高戦隊、そうそう。
静着って言うかしら。そうね。でもあれでしょ、エネルギーを貯めるために振り子をいっぱい振らないといけないでしょ。タイムマジ。それではもう一度変身プロセスを見てみよう。これから 0.5 秒早いなっていうね。今日はまあそんな感じでね、ロケもしたんだけど、はい、もう大事なお知らせね。そう、これを言っとかないと、これ言っとかないと。なんと4月4月ですね、4月、まあ佐世保のご当地、FM、ハッピー FM さんですね、番組編成があって、ガラッと新番組がいくつか始まるんですよ。あ、そうですね。なんとその中にですね、まず第1回目は4月6日水曜日、毎週水曜日夜7時、水曜日の夜7時、ハッピー FM で、なんとラジオオタク惑星が始まります。僕たちの冠番組です。そう、そうです、そうです、そうです。1時間番組ですよ。驚き。週1で1年間続けばいいね、ドキ。そう、続くためにはね、みんなのね、お便り、メッセージ、とにかくいっぱい送ってくれないと。人気投票なんですよ、なんだかんだで、ほら番組だからね。そう、たくさんコメント欲しいなって。本当ですよ。いや本当だよ、本当にラジオ始まるんだからね。嘘でしょって思ってるでしょ。冠番組が始まるなんてとんでもないですよ。まあね、このね、佐世保をね、オタクを牛耳る我々オタク惑星がね、何でもやるから、オタクとは何か。いや、ね、アニメはなんか、アニメは鼻くそをほじりながら見てるってオタクじゃねえんだぞと。鼻くそほじってるかどうかもわからんし、牛耳ってるかどうかもわからんけどもけどもね、この地方の佐世保でのオタクライフを長年ナチュラルに続けて生き残ってきた私たちとしてのね、なんか生き残っちゃったみたいなね、この古代史的な ね、うん、ね、人たちがね、オタク総合バラエティをやるんです。そう、アニメとか特撮とか、ね、コスプレとかサブカルとかふわっとしたもんじゃなくて、オタク総合バラエティで毎週毎週お題を変えながらね、この松田ジュリエタとファンファンがメインパーソナリティになって、時期が来たらいろんなゲストさんもお呼びして1時間和気あいあいとね、和気あいあいとね、オタクだからってアニメだけ見てるだけじゃないからね。さっき鹿野原さんとかも時計オタクだから絶対多分ね、あのプロのオタクだよね、絶対好きでやってるから、そうね、好きじゃないとあの話はポン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 飛び出さないよねって。もう商品持ち出し説明し始めるのもこの動きがねそれがね、売るためじゃないのよ、売る説明じゃないのよ、仕組みの解説なのよ。これなんでこの仕組みが素晴らしいかっていう話やろ。講座が始まったからね。そう、でもまたそんな話が面白かったんだわ、知らなかったでしょ、あの本当に本当にごめんね、電池で動いてるって思ってたから。現場にね、手の振り考えたやつ変態だよ。だってさ、 それまではさ、まあね、ゼンマイ前でさ、そう、ゼンマイが戻るまでこう秒針動かす、分かる。でも思うんだろうね、毎日巻くのが小さいなと。どうにか自動的に巻けねえかなって普通は考えないで、自動的に巻けるわけないじゃん、昔の技術ではね。そう、考えちゃうみたいな、ね、AI とかさ、例えばそのチップとか、そういう電子技術がなかったじゃない、多分300年ぐらい前には時計の原型って多分できてたんだよね。そうですね。まあその振り子、手の振りでさ、その振り子が動いてね、ゼンマイを巻くって考えたやつ変態だって。でもそのシステムをこのちっちゃい中に凝縮した、ある意味ハイテク、超ハイテクなんだよね。超ハイテクで、こんなもうね、ミリ以下の、ね、ものだからね。そうね、電子制御盤が入ってない機械の力だけで動く。そう考えるとすごいよな、中身とも考えた、現代人の感覚で言うとマジですかって話ですよ。そうでしょ、それを、ね、そういう、もうオタクって言ったらなんかアニメとか特撮とかそれだけじゃない、好きなものをこう、もう突き詰めてる人たちの話だからね。そうだよね、だからそれが演芸家であろうと、例えば囲碁とか将棋が大好きな人であろうと、ね、釣りであろうと、そう、ね、パソコン好きがオタクっていうんじゃないんですよっていうね。そうですね。そうか、じゃあそういう内容の方向性でラジオを構成していくわけね。そうだよ。分かってる？分かってる分かってる、大体分かってるよ。もうでも私はほら司会進行でもう分刻みでねやり取りしなきゃいけないからさ。いい面白いお前でした。だからね、あのバンバン大事な話をぶっちぎってる可能性もあるね。その時は動画で ね、配信ってことでね。で動画もね同時に撮るんだよね。そう、だから
ラジオを聞き逃しても再放送があるし、再放送がダメであそこだけ聞きたいなっていう時はその大事な部分を一部分だけ動画で流すってこともできるんですよ。いやいや楽しみでございますね、はい、ドキドキですよ、はい、ハッピー FM4 月6日、はい、4月6日の水曜日夜19時、はい、夜7時ですね、はい、ラジオオタク惑星始まるので皆さん見てね。はい、というわけでね、万全半分と、うん、でね、今週もここまで、はい、はい、では次回のオタク惑星でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。